日本関東地方東京都足立区六町六町は東京都足立区の地名。現行行政地名は六町一町目から六町四町目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は121-0073。足立区東部、綾瀬川右岸に位置する。主に住宅地として利用されるが、農地も多く残る。また、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス開通に伴い、 開発が行われている。町域中央をつくば、エクスプレスが通り、4丁目に6丁駅が設置されている。東は、綾瀬川を挟んで、北貨幣町、貨幣、西は一つ家、小塚町、南は西貨幣、北は南花畑と接している。元来、竹の塚、6月、保木間、花畑等の飛び地であり。 各村出身の次三男による開墾によって成立した比較的新しい町である。古くからの寺社はないので、竹の塚をはじめ元の出身地に菩提寺を持つ住民が多いようである。六町とは江戸時代までの六月村の飛び地の寺であり、竹塚村の寺である進化は五丹田を中心として形成された。他に花又村や保木間村の飛び地の一部からも成り立っている。 これらの飛び地はさらに内部に小さな飛び地を持ち多くの村々が複雑に混在していた。これは六町地区が江戸時代の中でも比較的新しい開拓地であったために周辺諸村が競って日農高地を開墾したためである。これは綾瀬川が開削されたことで主要流通路となった沿岸に村量を広げることで農業用肥料の下越えを船で運び、 農業生産効率を上げるためであったと考えられている。内陸部を本村とする六月村や竹塚村の飛び地がこれほど東へ伸びているのはそのためである。この当時の開墾競争の激しさを示すものとして、西貨幣神社の前身の稲荷神社が作られたのは、北から南下してくる他村に対し、貨幣神殿の村民らが自分たちの損意を示すためであったという言い伝えがある。 民家があったのは、綾瀬川改作で出た、廃土をもって、標高を高くした場所だけであり、それ以外は、推理の悪い低湿地が広がっていたという。集落があったのは、現在の6町1.4町目にあたり、2.3町目に、農家が進出するのは、明治時代を待つことになる。1976年10月から1979年3月に、かけ、 六町一帯で17件の連続放火が発生。1977年4月16日には、完成したばかりの西六町町会事務所が消失している。つくばエクスプレス開業を契機に大規模な土地区画整理事業が行われ、町並みの再構築が進んでいる。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域または学区域に隣接する学校のみの選択になる。ありがとうございます。